はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれ。はい、韓国、最後の最後にまた大嘘と。しかもですね、その大嘘がですね、あっという間にバレちゃって、謝るのかと思ったら、今度はですね、なんと IOC に噛みつきました。あ、もう、ところ構わず噛みつきまくり、ところ構わず脱粉しまくりの韓国というですね、そういうニュースになっております。僕ね、もうね、韓国の東京オリンピックに絡めた韓国の報道っていうのは僕はもう取り上げたくないなと、前回の動画で、前の動画で言ったんだけれども、もう取り上げざるを出ないよね。もう東京オリンピック昨日終わったんですよ。終わってですね、一件落着と思ったらですね、まだ吠えてると、まだ大嘘ついてると、しかもあっという間に嘘がバレると、謝罪もせずに今度は日本だけではなくて IOC にも噛みつくと、もう地球から出ていきやがれこの野郎と、そういう記事になっております。はい、何かというとですね、昨日ですね、韓国のですね、この大韓体育会のですね、会長のイーさんというですね、会長がいらっしゃるんですが、この方がですね、大嘘ぶっこいたんですね。もう極一今後ですね、日本のあの旭日旗ですね、あの旭日旗がですね、もうオリンピックで使われることはないだろうと、あの IOC が約束をしてくれたよというようなことをですね、言ったんですね。えって、日本人全員が、はぁって、その聞いてませんけど、はぁって言ってですね、これで、ね、日本大騒ぎになりまして、日本のですね、この、オリンピック・パラリンピック組織委員会のですね、武藤事務総長がですね、あ、そんな約束はしていないと、IOC からそんな話は聞いてないと、じゃあとりあえず今からすぐに IOC に確認取るわということですね、IOC に確認取りました。そしたら IOC はですね、そんなこと言ってませんよと、今までのスタンスは何も変わっておりませんので、まあケースバイケースで判断しますよと、一般的には使用禁止とは一切言っておりませんよということを言ってくれました。しかもですね、この旨を書いた書簡をですね、韓国サイドに通達をしましたと。はい、もうこれ完璧に韓国嘘をついていたことがバレちゃいました。しかも IOC からですね、そんなこと言ってませんよという書簡までもらってしまいました。これでですね、謝罪をするのかと思ったらですね、なんと韓国、IOC に抗議と、しかも謝罪要求、謝れ IOC ということを言っているわけですね。やばすぎ。これね、謝れって言ってるんですね。これね、ボルダリングの中でですね、ボルダリングってこう壁を登っていくじゃないですか。で、その壁のですね、障害物としてですね、この放射線状のね、この形状のものがあったんですよ。これは旭日旗を申したものだ、許せんっていうですね、もうイチャモンもいいところ、お前ら本当に懲りないというか、もう本当に国民性なんだな。民族が違うとこんなにも考え方の感性が違うのかということをですね、まざまざと見せつけてくれました。ね、もうあのオリンピックでですね、韓国以外の国々はですね、まあ中国もちょっと省かれるかな、この国々はですね、手を取り合ってですね、さあ次はフランスで頑張ろうとか言っていたんだけれども、韓国と中国だけはですね、まだわーわー言って特に韓国はもうわけわからんことにイチャモンつけてきてですね、もうそのもうなんていうのかな、もう最底辺の国民性をですね、まざまざと世界中に見せつけてくれていると、今でも見せつけてくれていると、そういう記事でございます。じゃあこの3本ですね、パパッと読んでいきますか。いやー、世界中の皆さん、分かっていただけましたか、韓国のというね、これ韓国のですね、この韓民族っていうのも、韓民族はまた別の民族だな、韓国の国民性を皆さん分かっていただけましたでしょうか。我々は365日彼らの相手をしております。大変でございます。IOC の皆さん、分かっていただいたでしょう。韓国の相手をするのは大変なんですということで、これ読んでいきましょうね。まずはですね、韓国が大嘘をぶっこいたこの記事いきますね。東京五輪、大韓体育会会長、旭日旗の禁止公式化の成果というですね、そんなことありませんからね、旭日旗世界で禁止になりました。そんな話聞いてないっつーの、お前、おいよ、まあこんなすぐバレる嘘つくもんだな。もちろんびっくりしちゃうよね、ほんとね。大韓体育会のイ・ギフン会長が、日本の軍国主義を象徴する旭日旗をもう競技場で見ることはないだろうと自信を見せたと。いやー、もうこういうことを言わないと韓国でも生きていけないんでしょうかね。でも韓国も中国も思うんだけども、なんか国の作り方間違ってませんか。こんな大嘘ぶっこいてですね、国際社会で通用すると思っていらっしゃるのかしら。もうドキドキしちゃうわ、なんか見てる方がドキドキしちゃうわ。はい、イー会長はですね、8日の午前中、昨日ですな、東京ビッグサイトのメインプレスセンターで東京五輪を振り返る記者会見を開いてですね、旭日旗が競技場で全く見られなかったと。それはまあ観客いなかっただから、それはそうだろうと。スポーツ外交の成果といえばですね、IOC から、政治的、宗教的、人種的なプロパガンダを禁止するオリンピック憲章第50条第2項に基づいて、今後すべての競技場で旭日旗の使用が禁止されるという内容の文書を受け取ったことだと述べたと。これがね、これがですね、もう真っ向から嘘でしたというお話をですね、IOC がそのまま、IOC 自らがですね、これ否定しちゃいましたからね。その上でですね、正確に規制対象だということを受け取ったため、これも嘘だったんですね。今後も適用されると。これ
これも嘘なんですね。うん、正確に明示をしたと、大きな成果だったと述べたと、そんな成果はどこにもなかったんだけどね。うん、いずれにせよですね、無観客試合だったため、実効性があるのかという声も一部あったが、大韓体育会の説明通りならですね、今後のオリンピックでも旭日旗を振る行為は禁止となると。これ嘘なんだよ。こうした中ですね、5日のスポーツクライミング男子決勝で、ボルダリング種目のですね、3回目の課題の人工壁がですね、旭日旗を連想させると指摘をされましたと。それがですね、この後で出てくるけどね。うん、これに関してですね、李会長は観点の違いだと思うと、世界のあらゆる状況を一つの基準で見ることはできないだろうと、IOC 組織委員会とたくさんやり取りをしたし、書面で受け取ったものはですね、公式化されたため、今後はできないでしょうと、世界的にですね、公式化されたものだと強調したと。これが全部嘘だったんですね。うん、そしてですね、当初、選手村の外で旭日旗が振られた問題も、後にですね、日本の警視庁ができないように全て阻んだと。これ本当、散発的にそのような問題があったかはわからないが、試合に集中したと、クライミングの人工壁は形状物と見るべきではないかと思うと、ここに関してもね、正しいんですよね。うん、ボルダリングは騒ぎすぎということなんだけど、これ結局ですね、後でですね、IOC に謝罪せよって訴えてますからね、抗議文を送ってますからね、異常でしょ。そこまでは考えないと、一般市民が振るなとして応援したら目に入るだろうが、行き過ぎた拡大解釈ではないかと個人的には思うと述べたと。はい、嘘と真実を織り交ぜてそれっぽいことを言っているんですけれども、これ全部嘘だったことがバレちゃった。はい、これを聞いてですね、日本の JOC はですね、慌てたわけですね。五輪のですね、旭日旗問題、韓国の主張に組織委員会がですね、 IOC が禁止した事実はないということをですね、はっきり言ってくれましたよ。はい、東京五輪パラリンピック組織委員会の、武藤事務総長は9日、韓国オリンピック委員会が、五輪会場での旭日旗の使用をですね、IOC から禁止されたと発表したとの一部報道について、はい、事実ではございませんとはっきり言ってくれました。はい、韓国のオリンピック委員会を兼ねるですね、大韓体育会はですね、8日の記者会見で政治的な宣伝活動を禁じる、五輪憲章50条を旭日旗にも適用するとの決定を書面で受け取ったと明かしていたと。しかしですね、この日にですね、都内で取材に応じた武藤氏はですね、前からですね、非常に話題になっていたことなので、IOC に事実を確認しましたと。はい、IOC に直接確認をしてくれたんですよね。とした上で、IOC は今までのスタンスは何も変わっていませんよと、これまで通りですよと、すなわちケースバイケースで判断するだけの話ですと、一般的に使用禁止とは私おっしゃって言っておりませんとはっきり IOC 言ってくれましたよと、その旨をですね、同日午前中に韓国サイトに通達をしたと明かしたというお話でございます。これが IOC から通達したというか、あれか、日本の方からですね、 IOC はそんなこと言ってませんですが、何をあんたたち嘘を言ってるんでしょうかということをですね、通達したということですね。武藤氏は IOC が禁止するといったことは事実ではありませんと、嘘でございますと、はっきりと申し上げさせていただき、はっきりと申し上げさせていただきますと、韓国がついてる単なる嘘でございましたと、改めて否定をしたということでございました。うん、で、これでですね、韓国はですね、ごめんなさい、ちょっと言い過ぎちゃったって謝るのかと思ったら、全く懲りない韓国、今度は IOC に噛みつきました。はい、韓国が五輪でのですね、旭日旗使用禁止を一方的に発表し大波紋と。はい、ボルダリングではですね、 IOC に抗議と謝罪を要求と。すごいね、あの IOC に謝罪を要求すると、日本のおパヨみたいなことをやっておりますな。韓国はですね、五輪での旭日旗の使用禁止を一方的に発表して大きな波紋を呼んでいると。はい、大韓体育会はですね、五輪における旭日旗の使用に関して国際オリンピック委員会 IOC から今後禁止するとの確約を得たと発表。これが嘘でした。イ会長はですね、政治的な宣伝活動を禁ずる、五輪憲章50条を旭日旗にも適用するという決定を受け取ったとして、今後の大会でも適用されることになったと発表したと表明をしたと。はい、これが嘘だったんですね。しかし東京五輪パラリンピック組織委員会のですね、武藤事務総長は9日に IOC が禁止すると言ったことは事実ではありませんと、はっきりと申し上げさせていただきますと否定をしたと。うん、韓国側の主張に対し、真っ向から反論してですね、日韓両国の間で大きな食い違いを見せていると。これ大きな食い違いではないんですよ。武藤さんはですね、日本側はですね、 IOC にはっきりと確認をしていますから、その IOC が、そんなことを取り決めた事実はないとはっきり言っているわけですから、韓国大嘘ぶっこいてたんですよと。そういうことはっきり書け、この野郎。これどこの新聞社だ、これトースポか、トースポさん、ちゃんと書いてくださいよ、これね。うん、で、そうした中ですね、韓国では、大韓体育会の一方的な主張をもとにですね、旭日旗問題を糾弾する動きが出ていると。どういうことでしょうか。精神女子大のですね、ソ・ギョンドク教授が、今大会のスポーツクライミング男子複合においてですね、ボルダリングの第3課題が旭日旗を模しているとしてですね、IOC に対して抗議と謝罪を求める文書を送付したと、韓国メディアが一斉に報道したと。いやー、とんでもないことしておりますが、これ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 がですね、旭日旗だ
ーって言ってるんですけれども、アホじゃない、そんなこと言ってるの多分韓国だけだぞ、バカじゃないの、うん、韓国放送局 YTN などは、ソ教授は IOC は平和の象徴である五輪で戦争犯罪にも使用されたですね、旭日旗をですね、スポーツクライミングの課題で使用したことについて直ちに謝罪せよと強調したと、旭日旗およびそれを連想させるものの、使用禁止を徹底するように要求と、さらにですね、今回のことについて、徹底した真相の調査を通じてこのようなことが再発しないように注意をしてほしいと再発防止を訴えたというと、 IOC の判断はですね、サッカーや野球など他の競技の国際大会にも影響が出るときに今後の動きに注目が集まるということですけれども、はい、IOC はもう完全に否定しておりますから何ら心配することはございません。はい、ね、2024年のですね、パリですね、パリですね、フランスのオリンピックの時にはですね、我々旭日旗を持ってですね、観客で振って振って振りまくってやりましょうぜということでですね、はい、韓国もうね、韓国のですね、東京オリンピック絡みの話取り上げるのは嫌だなと思っていたんですが、さすがにここまで大嘘ぶっこかれたらですね、取り上げないわけにはいきませんというわけでですね、韓国東京オリンピックが終わってもですね、最後っぺのつもりだったんでしょうが、大嘘バレました。 IOC に、 IOC からですね、嘘をつくなと言われてしまいました。そしてですね、韓国謝るのかと思ったら IOC に抗議文。世界の皆さん、これが韓国でございます、これが韓国でございます。日本の大変さ、ご理解していただけましたでしょうかということで、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。